英会話スクール English イングリッシュパートナーズの清家薫です。Could you mark this bag as fragile? 意味はこのバッグを割れ物として記していただけますか、えー、皆さん想像つきますよね。どういう時に使うかって言いますとその空港でお荷物を預けるときにこの fragile って書かないとその海外では日本よりもちょっと 扱い方が雑だったりもするので、そのバーンって投げられちゃったりする可能性があるので、絶対にこれは言ってくださいね。で、発音がフラジャイルじゃなくてフラジオなので、一緒に発音からまず行きましょう。Could you mark this bag as fragile? はい。Could you mark this bag as fragile?Very good.Could you mark this bag as fragile? 意味は、このバッグを割れ物として記していただけますかになります。ぜひ使ってください。 出張英会話レッスンなら、イングリッシュパートナーズで検索、オンラインレッスンもやってます。